はい、皆さんこんにちは。はい、最後の収録でしょうってことで、深夜じゃない、もう朝方ですよ、ね、荷物をいろいろとね詰めまして、そしてもう帰るね、あの帰るじゃない、日本に行く、あの全部準備をし終えて、でなおかつまだ終わってないんだけど、終わってないんだけど、今日話したいのは困った時の110番で、日本のマーケットバーサス韓国のマーケット、日本のマーケット韓国のマーケット、ね、これ絶対やりたいな。これね、本当にね、僕はあの有名な、皆さんが誰が見ても日本ビーチでしょ、うんね、世界中で日本の良さをやっぱりね話をしてて、日本が最高だと思ってるんだけど、あの日本人がね、日本人がですけど、日本人もダメなところいっぱいある。今日はね、やっぱ日本人のダメなところをたくさん語ろうかなって言ってみたいと思います。本当に困ったなって感じで、僕は韓国が嫌いなわけじゃないですよ。韓国の、まあ、嫌いかもしれないけどねいや、まあ、とにかく友達もいっぱいいるんですけどね、あの韓国人が勝ってることを話したいと思います。それでは困った時の110番よろしく。うん、で何が困ったんだろうね。久々にさ、なんでずっとね、ほら、うん、私たちはもう日本の味方だって言ってね、うん、日本のスーパーしか行ってなかった、ね。まあ正確に言うとね、あのダウンタウンにあのスーパーが大きいところで3つ本当なんだよね。ニジヤっていうマーケットと、うん、あとはあの俺たちがいつも使ってるマルカイと、あとウォーリーマートって、ね、でそのウォーリーマートってのは昔マルハンとかヤホハンって言ってて、うん、それがね韓国人に回収されちゃったんだよ、うん、買われちゃったの、うん、でこれダウンタウンのね、もう名所とも言われるあの、うん、駅だとリトル東京駅っていう地下鉄っていうね、歩いてね、うん、近い、そう、そんなとこにあるのに観光人が買ったの、うん、で、まあとにかく安いし品揃えも良かったんだけど、うん、行かなくなった理由っていうのが あってね、あの栗買ったら栗の中身がスカスカだとかさ、いろいろあって、まあね、物によっては品物ひどいねっていうのがあった、うん、で、なおかつね、一時ね、駐車場のなんだろう、泊まる時のあれがさ、なんか、うん、あのちょっとシステムが変わっちゃって、そうね、ちょっとね高くなったんだよね、なんかね、ハードルが、うん、でそれだったら俺たちのわざわざなんで韓国マーケット行かなきゃいけないんだよ、うん、ってんで丸川に行くようになったの、うん、本当はね虹屋マーケットってのがあるんだけど、駐車場がなくて路駐しなきゃいけないんだよ ね、そうそう、うん、なかなかハードル、そうでね、これを比べた時に、うん、まずね、物の良さが桁が違うんだよね。だから日本のマルカイは良い品物を売っているって考え方だったんだけど、うん、刺身にしても何してもひどいね。マルカイでいいものって何がいいの、マルカイでいいの日本酒かな、日本酒とか日本酒が安いんだよ、焼酎とか焼酎と日本酒が安くて、あとはない、あと焼酎とかも、うん、まあそこ安めなんじゃないかな、そんなもんしかないよね、うんうん、ところが、ウォーリーマートのいいものは何がいい、いや貝も買えるし、魚介、魚介すごいよね、すごい、あと肉も案外、うん、いっぱい、いや俺ね、そう肉もいいしね、あの牛タンとかもあそこで買ってたんだよ、すごいね、うん、だからね俺ねすごいなと思ったのは、あそこでねマグロの大トロ、うんね、インドマグロの大トロだよ本当に、うん、それが売ってて、それがね一柵ね16ドルいくらなの、うん、でウニも安かった、ね、ウニ柵がね6ドルいくらなんだよ、うん、これね、あのまずマルカイだと売ってもいない、そうだね、そう、勝てないからだろうな、でマルカイはしなびたね、あの食紅で色つけたようなマグロしか売ってない、その高い、うん、普通のマグロだけで、ラルフスに負けてる、うん、アメリカ系のスーパーに負けてる、うん、マグロブッツで16ドルぐらいするんだよ普通のね、うん、それで、美味しくないんだ実際に、うん、で当然あの変な話だけど、それ以外ウニなんかはやっぱり10ドルオーバーだな、うんうん、16か17ドルするのね、あと貝とかもさなぜかあそこめっちゃ安くてさ、うん、1パックこう冷凍のだけど、うん、すごい安いんだよね、だからねそれ考えてね、で最近行って驚いたのは、うん、何でもいいから喫茶店でもいいから入ったら2時間無料のスタンプを押してくれるんだよ、うん、このスタンプが大事なんだよね、どっかで押してくれれば、うん、駐車場タダになる、そうそう、2時間ね、うん、ね、あのところがマルカイはそうじゃなくて、なんか買い物をしても30ドル以上買って初めて1時間のパーキングシール、うんね、2時間以上は絶対やってくんない、そう、うん、ね、もうちょっとひどい、親切さがないというか、うん、あの日本の人の弱さでね、うん、その駐車場の人にね強く言った方がいいと思う、そうね、だからそれでもあの岡本さんっていうね美容師 あの人に聞いたらさ、うん、いやこれオーナーがそういうつもりだからしょ、オーナーがどうやって駐車場のパーキングのやつ食わせるかで金取るんだって、うん、オーナーがそのつもりだって、オーナー何人だよって言いたくなるね、そうだね、うん、やっぱりみんなでね、そこをあのお客さん来なくなっちゃうからといってみんなでね、うん、あのテナントの人たちがみんなで言わなきゃダメなんだよ、うん、だからね俺ね本当に思ったのはさ、うん、例えばあのフードコートあるじゃない、うん、あれも例えばあのマルカイでなんか食べたら結構お金かかるじゃん、何十ドルじゃん、ラーメン一杯だって十何ドルでしょ、ね、うん、ところがフードコートが6ドルぐらいでしょ、5ドル6ドルでラーメンとか、そう食べたでしょ、うんうん、あれとか考えてもすごいよね、安い、うんうん、で広いしね、
で、生きた魚とか、あの生きたカニとかそのまま売ってるし、うん、だからどこでも悪いものがあるだろうし、いいものもあるだろうけど、やっぱりそれ考えた時に勝てない。そうね、うん、だから韓国のそういうビジネス商売のうまさっていうのかな、うん、それが日本人街のど真ん中の一番一等地に作ってるところがさ、これどういうことか、気前の良さがすごく、そうね、お客さんを引きつけてるというか、うんうん、やっぱりさ、そう、どれがいいかっていうか、そのちょっとこれ悪いけど、うん、まあいいかっていうか、でね、全然関係ないんだけどさ、うん、俺ってさ二十歳以下に見える、21歳以下に絶対見えないでしょ、うん、それなのにマルカ行くとお酒を買うときにさ証明書を見せろって言うんだよね、うん、だけど、あそこは関係ないじゃん。あ、そうだね、ウォーリーマートはだってどう見たって俺たちさ、うん、21歳より下に見えないんだから、見えないよ、ね、そういうとこさ、やっぱりさ、そういうきっちりするのはいいかもしれないけど、うん、ちょっと融通聞かせないとダメじゃないの。そうだよね、うん、例えばさ、なんていうの、白髪のおじいさんとか来てもさ、うんうんうん、あれ見せろって言うのかな。そうだよね、うん、だからそれ考えた時に、あのウォーリーマートはね、あちなみに島さんがよくお弁当食ってるところなんだけど、あ、そうだね、うん、島さん、島田春さんね、ボソボソ食べてます、ね、うん、まあ、だけど、まあ、考え方は考え直しちゃったな、考え直しちゃった、うん、たまたまね、まあ、なんだっけ、ダイソーを探してて、うん、あ、ここのところだっつって同じテナントに入ってた、そうそう、うん、で、じゃあちょっと寄ってこうって言ったら、久々に見たらすごい、うんうんうん、あ、こんなだったんだっていう、そうね、だから本当にね、今我々が考えなきゃいけないのはさ、ね、韓国とか中国を批判してるばっかじゃなくて、うん、良いところを考えなきゃいけないと思うの。例えば中国もさ、変な話だけどフルハウスってあるじゃない、レストラン、あ、うん、ね、あそこに行くといいじゃない、やっぱりいい、ね、美味しいだけじゃなくて、やっぱりさ、そのなんだろう、はっきりしたサービスがちゃんとしっかりしてて、うんうん、で、彼らと付き合ってる韓国の人たちは違うけど、うん、中国人の付き合ってるので親日すごいじゃん、みんな日本人大好きだし、そうだ、ね、うん、こんなにいい関係、こっち住んでる人は結構ね、親日、でも韓国の人たちはこっち住んでる人たちもダメじゃん、ダメだね、韓国の人はやっぱり、ね、中国の人はね、うん、あの国出ちゃったら関係ないのかな、あのね、だから韓国のそのウォーリーマート一つだけの、あ、こいつと思ったのは、俺がね、買い物してさ、ちょっと見ようと思ってやってたら、うん、あのなんだ、その荷物をさ、いっぱい出し入れするやつがドッと来て、ドッとさ、俺のことどかそうとして、それであっち行けって言うような形で俺仕事するで、ね、で俺逆にあっち行けってやっちゃったんだけど、うん、うん、そうね、そういう人もいるんだな、そう、今ちょっと痩せて80キロちょっとしかないから、あれな、迫力ないけど、昔は100キロだった時なんか絶対吹っ飛ばしたんだけど、うん、うん、まあそういう意味ではね、韓国のそういうさ、働いてる人たちの横柄さってのは相変わらずで、まあね、中国は横柄じゃない、うんうん、あとでもさ、メキシコ系の人も多いから、それで緩和されてるとか、うん、そうね、でもね、いろいろね、俺思ったんだけどさ、うん、例えばテレビ見てても、あの例えば親日かどうかってことを考えて、韓国で一番親日なコメンテーターって、ね、パク・イルさんぐらいでしょ、だ、ね、パク・イルさんってのは親日じゃなくて公平に物事を喋ってるだけ、うん、あとはみんな反日じゃない、わけのわかんないさ、うん、金なんとか金なんとかとかさ、ところが中国から出た人ってのは、赤兵さんにしても金美玲さんにしても本当に親日になるじゃない、だからパクイルさんとか、どっぷり日本人になっちゃったもんね、あの人なんか、そうね、そうじゃなくて関平さんね、うん、パクイルさんなんかはすごくバランスよく喋れるから、うん、要するにやっぱり韓国のことを思ってる、韓国よく言う、うん、だけどはっきり言ってさ、関平さんなんかはすごい、ね、我々日本人はとかさ、いいよね、発音なんとかしろよパクイルみたいな感じだから、かわいいかわいい、なんかチャーミングだよ、あの人、だからそれを考えた時に、パクイルさんとか金美玲さんみたいな、ああいう人たちがね、やっぱりもう一度考え直して日本の文化とか日本のいいとこやんないと、うん、このリトル東京ですら韓国に乗ってられちゃう、乗ってるの得意だから、うん、知らない間に韓国人マーケットになってるってどういうことよ、なってたからね、でも日本の商品扱わないとほらみんな買わないから、日本の商品を安く売るんだ、またそうだね、これがうまい、うん、でちなみにお米は韓国米だけど、うん、美味しいんだよね、やっぱな、うん、あんま変わんないよね、で何あの10キロぐらいで、すごい巨大なやつが6ドル99ドル、信じらんないでしょ今ね、うん、まあ、ドル高になってると言っても6ドル99って800円ぐらいで、9キロぐらい、知らない、まあそうだね、まあいやいや、別にそういうことやめた方がいいよ、だって見えないんだから、まあ、ね、みゆちゃんってでも困った人だね、ラジオでなんかそういうものさ、これよってさ見せようとしたりとかさ言っちゃうの、これはダメだね、これ困った人だよってことで、困ってますよ本当にね、ラジオが台無しになるようなことよくありますけどね、気持ちが伝わらない、伝わりません、伝わりませんということで、はい、まあみゆちゃんはあのプサン校へ帰れ、関係ないから、プサン校だって家じゃないもん、そうだね、まあプサン校へ帰れとよく我々言ってんだから、韓国人もお前プサン校帰れって、そうだね、あの民進党の、そう、民進党のたくさんの議員の人にプサン校へ帰れって言ったよね、うんうん、そうね、まあね、買い出しもいっぱいやって問題なくね、うん、買ってそのね、お米もたくさんあるってことはいいことですよ、はい、ね、まあとにかくこれ10キロのお米食べ尽くすってなかなか大変でしょうけど、ね、皆さんとにかく安いんで、うん、買っといたらいいなって感じですね、はい、ということでまた、今度は日本でですね、また来年。
ね、来年ですよ、はい、うん、それではお楽しみ、また来年かな、わかんないな、それではあの日本でね、さよなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。